こういうふうな形で、そしてできればですね、少し覆ってあげるっていうのが大きく溢れるような場合とかは。皆さんこんにちは、いろはにおはよと、まるはの田中です。先生、また質問が来てるのでお願いします。全支部の印象、寒天の流し方、バイトの取り方を教えてください。はい、わかりました。まあ、全支部であれ、旧支部であれ、基本的にはあんまり変わりはないんですけども、結構その、なんでしょう、全支部にしても旧支部にしても、気泡を入れないでどう印象を取るかっていうのがこう重要になってくると思うんですね。で、例えばこういうふうに、3番目の歯を削りましたって言った場合に、どうするかってことなんですけども、じゃあどうやったら逆に気泡が入るかってことを考えるといいのかもしれない。気泡を入れないで寒天を流すのであれば、いいですか、これがもし寒天の先だったとしますよね。そしたらこの先が浮いてしまうと、寒天流す時に浮いてしまうと気泡の原因になるんですね。なのでここのマージンの部分、しっかりと寒天を出しながら動かす。もう一回いきます。ここの周りをしっかりと浮かないように寒天を流す。こうすることによって気泡が入らないわけです。これが浮いてると気泡が入っちゃうんです。じゃあ実際にこの模型を使ってやっていきたいと思うんですけれども、この寒天を流すところをですね、よーく見てください。よーく見てください。はい、今印象実際に練ってきてもらって取ります。もう寒天だけじゃなくシリコンも全部一緒ですね。はい、いきますよ。ここに寒天がこういうふうにありますね。そしたら気泡を入らないようにやるためにはこんな感じで、こういうふうな形で、そしてできればですね、少し覆ってあげるっていうのがポイントです。で、電子部印象を取っていただいて、通常の患者さんであれば少しカチンと噛んでもらうといいかもしれないです。もしそこのところでトレイがこう大きく動くような場合に関しては、グッと噛ませないで手で押さえるっていうのもポイントですね。化学の場合は結構カチンと噛んでもトレイ動かないですけども、上で例えばこの口蓋の方から印象剤が大きく溢れるような場合とかは、カチンと噛ませない方がいい。もっと溢れてくるので、なのでこんな感じで指で押さえてあげるのもポイントですね。頑張って説明していきます。よろしくお願いします。見やすくて分かりやすいんですね。